ようやく落ち着いてくれたようやな。兄貴、秀吉さん、すまねえ、ローザはそこにいるか？なんや、ローザさんがどないかしたんか？ローザとマリアちゃんの姿が見えないんだ。一緒にいるかと思って。廊下で叱っとったのが聞こえたで。その後静かになったからロビーに戻ったと思っとったんだが、ちゃうのか？あのバカ。チェーンは開いてますし、やっぱりバラを見に表へ行ったのでしょう。鍵を開けっぱなして出ていくなど不用心が過ぎるな。困ったやつだ。それより今はローザさんとマリアちゃんの身が心配よ。だな。おいガキども、マリアちゃんのバラってのはどこにあったんだ？確かあれはバラ庭園の真ん中の花壇だったと思います。あの二人がそこにいるなら行けばすぐにわかるはずです。親父、すぐに連れ戻した方がいいだろうぜ。当たり前だ。二人とも連れ戻してお尻ペンペンしてやるぜ。俺がひとっ走り行ってくる。俺が出たらすぐに鍵をしろよ。親父、俺も付き合うぜ。バカ抜かせ。ガキはママとお留守番って相場が決まってら。どうしたの？何かあったの？すまんな、起こしてしまったか。ローザさんがマリアちゃんを連れて表へ出たらしい。なんとも不用心なこっちゃ。ローザとマリアちゃんが表へ？バラ庭園へ？そうや。ああ、聞こえとったか。マリアちゃんはバラが見たいと騒いどったからな。ダメよ、バラ庭園に行っちゃダメ。ローザを呼び止めて。呼び止めるもなんも、もうずいぶん前に出て行っとるようや。まったく不用心な話やで。違うの、バラ庭園はダメ。あそこには魔女がいる。そして生贄を待ってる。ローザ行っちゃダメ。どうしたんや？熱にうなされて何か悪い夢でも見たんか？夢よね。バラ庭園で魔女がローザたちを。そうよね、夢よね。落ち着くんや。この部屋にはわしもおる。チェーンもかかっとる。窓かて鎧戸が下ろしてあるし、銃まであるんや。この部屋はさながら要塞やで。なんも恐れることなんかあらへん。ルドルフがバラ庭園中央にてローザ、マリアの遺体を確認。その後ゲストハウスに戻って応援を呼び、両名をゲストハウスに運び込みました。南条の検視を信頼できるならば、ローザの死因は延髄部への柵の先端部分による一つ。マリアについては素手による絞殺と考えられます。ただし悪魔の証明により誤診率は否定できません。わらわが赤にて語る。ローザとマリアは死亡した。死因は男女の見立て通り。雲にも食われておらんし、ケーキの山に潰されたわけでもない。安心せよ。
け死をもてあそび、死体が綺麗だからいいだろうって論法かよ。俺は絶対に許さねえぞ。あのローザおばさんに対する無残な仕打ちの数々、絶対に忘れねえし許さねえからな。だからあれはわらわではないというに、奴の仕打ちに比べたらはるかに安らかな死を与えたはず。うるさい、黙れ。お前とは口を聞かない。18人しか島にいないと言い切られ、すでに8人が死んでいる以上、容疑者は10人に絞られる。その中の誰かが殺したってんだろう。あるいは事故死かもな。マリアが発作的に泣きわめき、それを泣きやまそうとしたローザおばさんは力の加減を誤ってつい殺してしまったとか、それで動転して滑って転んで柵に倒れて運悪く死んでしまった。どうだよ、これで魔女も魔法も出番なしだ。ああ、そういうわけではないぞ。実はだな、ローザとマリアは。うるさい、お前とは口を聞かないと言っている。目障りだから消えろ、化け物も。姿を消すと、おのえ、続きを引き継ぎ。かしこまりました。よろしいですか、バトラ様。問題のない申し出です。バトラ君がベアトの顔を見たくないというなら、それもありかと。好きにしろよ、その化け物の顔を見なくて済むなら何だって構わないぞ。なあ、ちょっと待てよ。から化け物化け物と、わらわはひどい言われようではないか。なぜにわらわはそこまでバトラに毛嫌いされねばならぬというのか。あれらはすべてわらわではなく、わらわの弟子の仕業であろうが。別に俺はさっきのことだけで腹を立ててるわけじゃねえぜ。一番最初からだ。なあバトラ、誤解するなよ。わらわとそなたはゲームを通して対峙し合うプレイヤー同士なだけではないか。互いに相手を苦しめるために指し手を探るが。勘違いするな。俺はお前が魔女を認める認めないのおかしなゲームのライバルだから嫌ってるんじゃない。お前の無意味に残酷なところがどうしても許せないだけなんだ。そりゃ連続殺人を通してのゲームだからな、多少は残酷になるのはやむを得ないだろうに。さっきのことだけじゃない、前回だって前々回だって、みんなの腹を裂いてお菓子を詰め込んだり画面を耕したり、それに何の意味があったってんだ。それはまあ、密室殺人だのトリックだのアリバイだの、そこまでは100歩譲ってやる。お前は魔法殺人だと主張したいんだから、そういう手の込んだ事件を起こさざるを得ないことを100歩譲って理解してやってもいい。しかしあれらのグロテスクな殺人に一体どれほどの意味があるというのか。それはその別に。そうさ、何の意味もない。お前はただ悪ふざけで死者を切り刻んで面白がっているだけだ。それは魔女だからとか魔法じゃなきゃできないからとか、そういうのじゃない。ただお前が面白半分に残酷の限りを尽くしているだけなんだ。それはお前が魔女だからとかそういうことじゃない。ただただ人として許せないものがあるからだ。なんだよその人としてってやつは。例えば今回のゲームの第一の番の6人、まあじい様の黒焦げはともかく、他の5人の死体は不要に死者を恥ずかしめない普通の殺し方だった。凶器が槍だか銃だかははっきりしないが、とにかく殺しの中じゃ
まだ許容できるマシなものだった。前回前々回の第一の番での非常識さ、残酷さに比べればはるかにマシだった。そして今回の6つの密室をつなげた連鎖密室、まあまあ面白かったぜ。あれをお前とやりとりしてるときは、今だから白状するが、少しだけ楽しいと思った。自分の存在を認めさせようと必死になるお前と、それを否定しようと必死になる俺、どっちも必死で全力だ。おかしな話だが、俺はお前との間にささやかなスポーツマンシップさえ感じたものさ。俺とお前は相入れない存在だが、全く理解できない存在でもないかもしれないとわずかに思えた。だがその気持ちはついさっき微塵も残らずに吹き飛んだ。だからそなたは誤解しておる。あれはわらわではなく。違う、俺はそういう話をしてるんじゃない。お前はローザおばさんがひどい殺し方を何度も何度も繰り返されるのを見て、面白い見せ物だと嘲笑った。それを見て俺は不確執をした。お前が今回少しはマシな殺し方を選んだのは、何かのちょっとした気まぐれなんであって、本来の残酷な勝負には何の変わりもないんだと分かって不確執をした。それどころか、お前は残酷な死を純粋に楽しんでさえいる。俺に意地悪をするためだけに残酷を尽くしてるんじゃない。お前は本当に純粋に残酷を楽しんでいる。楽しめる性分なんだ。お前はローザおばさんが何度もむごたらしく殺されているのを俺に楽しいだろうと言った。嫌味で言ったんじゃない。心底から楽しくて、それを俺にも共感してほしくて、楽しいだろうと言ったんだ。その瞬間、俺は失望し、悟った。お前が魔女だとかそうでないとか、そういうことが問題なんじゃない。俺は、お前のその残酷さが許せない。そして理解できない。許すこともできない。だが、魔女を認めるか否定するかというゲームは続ける。自ら降りて敗北を認めたりはしないさ。だが、そのゲームに、お前の無意味な残酷さは何の必要もない。だから俺は、お前を対戦相手として認めないことにする。ロノベの方が、100倍マシだ。お前のような残酷趣味はない。あったとしても、俺の前でそれをひけらかす悪趣味はない。そうさ。お前は悪趣味だ。残酷で心がなく、だから理解することができない。相手として不快だ。だから俺はお前の顔を二度と見たくない。わらわは以後ロノウェを通してゲームを続けることにする。わらわが姿を見せないのであれば文句ないであろう。とりあえずはな。だがお前の重ねてきた残酷な行為の数々を俺は絶対に許さない。だから絶対にお前を認めない。そのためにもお前に売られた喧嘩を俺から降りない。そして絶対に負けない。それだけだ。ベアト、これ以上言い訳を重ねても彼の心象は変わりませんよ。後で話があります。それまで下がっていなさい。あ、うん、わかった。それでは呼ばれるまで姿を消している。あいつはバカだろ。そうですね、バカで素直です。あのバカは
ローザおばさんが残酷に殺されるところを俺と見て、満面の笑みで振り返りやがった。あの残酷ショーを。本気で俺と笑い合えると信じてやがったんだ。俺とその感情を共有できると。本気で信じてやがった。あの無邪気な笑顔を見て、俺は最低な気持ちになったぜ。むしろこれまでのように、意地悪な面で言われた方がずっとマシだった。畜生。お嬢様は、友達というものを持った試しのない方です。それどころか、あれほど強くものを言われたことさえなかったでしょう。私もマダムも、共に付き人。何を申し上げても、お耳には届きません。お嬢様にはこれも。ふざけるな。俺はあいつの友達になった覚えはないぞ。そうでございますね。失礼いたしました。一つだけあなたに感謝を。あの子のゲームを降りないでくれてありがとう。魔女やら悪魔やらに礼を言われるようになっちゃ、俺もおしまいだな。ゲームを再開しようぜ。もちろん手心を加えるつもりはないからな。望むところです。お嬢様と違い、私は熱くはなりませんよ。俺の手はすでに刺したぜ。ローザおばさんが犯人で、事故死と仮定すれば魔女は否定できる。ローザおばさんを疑いたくはないが、ベアトをぶっ潰すために今はあえてそうだと仮定する。赤で否定を行います。ローザとマリアの二人は他殺です。よし、そこから始めようじゃねえか。くそ、盛り上がらねえぜ。最初の殺人が起きた時、私は内心これが全て芝居である可能性を考えたの。南條先生には悪いけど、実は南條先生もグルで、何かお父様が凝りに凝った大芝居を打った可能性もあると思った。だって彼らの密室状況は彼らの自作自演を想定しない限り生み出せないのだもの。僕たちもそれを疑いました。いえ、今もそうであってほしいと信じてます。申し訳ないが、それはありません。私も老いぼれです。誤信もあるかもしれない。しかし生き死にを間違えるようなことは絶対にない。わかってるよ。わざわざそれを口に出すなよ南條先生。すみません。
敷に精通した何者かが潜んでいて、練りに練った犯行を実行したと考える方が自然だろうよ。つまり楽しみに、台風が来て外界と途絶された時点で18人以上の人間がいたんだ。こう考えると少しは辻褄が合うのかしら。つまり隠れ潜んでいる何者かは、本来は今島にいるはずのない人物にもかかわらず、ローザさんが油断するような顔見知りの人物である可能性よ。それは例えばこの2日間のシフトに当たっていない使用人などですか？それを言われると弱い。我々は勤務を終えた彼らが離島するのを切符切りのように確認しているわけだ。数日前のシフトの使用人が離島したふりをして島内に留まっていたかもしれないと仮定したらば、否定するのは難しいね。ローザさんもアホちゃうと思うで、いるはずのない使用人がひょっくり姿を現したら普通は警戒バリバリや。顔見知りの犯行と決めつけるのもどうかと思うわ。暗がりから突然ローザが襲われて銃を奪われそうになった。そしたらローザが転んで柵に頭を打ち動かなくなった。ゲストハウスが近かったので銃声を嫌い素手でマリアちゃんを殺したとか。そういう可能性もあるな。ただそうだとしてもだ、現場にわざわざローザの銃を残していくだろうか。犯人が何を武装しているか知らねえが、こちらの銃は不安要素のはずだ。その一丁をなびけるチャンスだったはずだぜ。なぜわざわざ現場に残したんだ？私は初めその銃を罠だと思ったの。チェス盤思考だとそうなる。わざわざ残した以上、私たちの誰かに手に取らせたい、そして引き金を引かせたいに違いない。てっきり暴発して大怪我を負わせるような危険な仕掛けがされてるに違いないと思ってたわ。でも現に大丈夫や。おそらく犯人も焦っとったんとちゃうか。今頃銃を奪うチャンスを逃したことを後悔しとるに決まっとるで。なんだか不愉快だな。銃なんか怖くもないっていう魔女のメッセージみたいでムカつくぜ。しかしいずれにせよ恐ろしい相手ですね。ローザさんが銃を持っていることは旗目にも分かったはず。にもかかわらず襲いかかるとは、銃を恐れないという点を私たちは軽視するべきではありません。夏日の言う通りだ。これまで以上に用心すべきだ。念のためなんだけど、ローザさんたちが外に出たと思われる頃、みんなはどこにいたのかしら？私と夏日、そしてルドルフとキリエさんはここで一緒だった。私がアリバイを保証する。わしとエヴァも一緒だったで。わしが保証するわ。俺とジョージの兄貴ジェシカも一緒だったぜ。ローザおばさんに2階へ戻ってろと怒鳴られ、すごすごといとこ部屋へ引き返したぞ。あの時マリアを行かせなければ。それを言ってももうどうしようもないよ。南條先生は？私は2階の部屋で本を読んでおりました。一人でおりましたので誰にもアリバイは証明できませんが、子供たちと一緒に2階へ戻ったのは皆さんも見ているはずです。これを言い出したらキリがないが、窓から飛び降りてローザを襲って、雨どいでもよじ登ってまた戻ってきた。めっそうもない。この老体に2階から飛び降りたりよじ登ったりなどというゲートをできるわけもありません。やめましょう。それよりも互いを信頼し合って子供たちのためにもここの安全を死守することの方が先決です。そうだな、夏日さんの言う通りだ。今は内部を疑い合うのをやめよう。そうね、犯人探しなんて私たちには無用かもしれないわ。ただ明日まで生き残り警察に通報してその指示に従うだけ。犯人が誰かなんて警察が必ず暴き出してくれるのだから。
どうしたんや、エヴァ。まだ体調が悪いんとちゃうか？母さん、どうしたの？大丈夫？ごめんなさい。まだ熱が高いみたいなの。大丈夫だから、放っておいて。ええ、あの二人は私が殺した。これで黄金のことを知っているのは私たちだけ。他の兄弟たちには欠片一つだって譲りはしないの。なんてことを。あれだけの莫大な黄金なのよ。ローザたちに分け前をあげたって全く問題はなかったでしょうに。あるわよ。あれは後宮家の当主だけが引き継げる黄金なの。だからこそそれは全て丸ごと当主の栄誉そのものなの。それにわずかほどでも傷をつけることはこの私、新しき黄金の魔女メアトリーチェが絶対に許さないわ。あなたは魔女の碑文通りに殺人を続けるつもりなの？まさかあと5人も人殺しを続けるつもりなの？ねえ、その面倒な儀式を終えないと私の魔女としての力は完全なものにならないらしいの。ねえ、私、この魔女の力は本当にすごいわ。私たちが妄想してきた全てが本当に実現できる、夢が夢でなくなる力なの。この力を知ってしまったらもう魔女はやめられない。儀式を完全に終えて私の力が完全なものになれば、きっとそれをあなたにも教えてあげられるわ。バカなことはやめて。魔女ごっこはもう十分でしょ。私たちは黄金を見つけたわ。そして次期当主の座だって約束されてるわ。ほんの少しの綱渡りは必要だろうけど、もうそれは絶対に叶う夢なのに、これ以上あなたは何を望むというの？私は魔女になりたかったわ。私、そんな夢なんか知らないわよ。そうよ、その夢を持ち続けてるから私はこの年のままで生きながらえているの。あなたはその夢を大人になることで捨てたわ。いくら待てども時計を持ったウサギなど訪れないし、ハンプティ・ダンプティにも会えはしない。もちろんトランプの国に招かれたりも絶対にない。あなたはそう諦めてしまったから大人になったのよ。だからもう魔女になりたいなんて思わない。それが本当の自分の夢であったことも忘れてしまったの。とにかくやめて。私はもう二つの夢を手に入れている、黄金と当主の座。それでもう十分なの。だからお願い、あんたの夢なんて知ったことじゃない。おとなしくしてて。いやよ、魔法面白いもの。それにあなたの二つの夢は私の魔法のおかげで叶ったのよ。なのに私の夢は叶えてはいけないなんて不公平よ。あなたの魔法には感謝してるし、あなたこそが本当の魔女だと私は認めてるわ。だからもうおとなしく私の胸の中に帰って、そして二度と現れないで。いやー、私たちお互いに勘違いしてるわね。そうよ、私はもうあんたじゃないの。あんたは後ろ宮エヴァ、私は黄金の魔女ベアトリーチェ。だからあんたの胸の中に帰る義理はないの。さながらあなたという殻を脱皮して蝶になったような気分かしら。熱で意識が朦朧とする。私の魔力が未熟な分をあなたの正気で補ってるの。私が儀式を終えて完全な魔女になるまであなたに負担をかけるかもね。それくらいは二つの夢を叶えてあげた対価ってことにしてもらうわよ。大丈夫、安心して。残る5人の生贄についてはあんたの家族は外してあげるわ。そうね、ルドルフ、キリエ、
クラウス、夏日、あとは老いぼれの南條なんかどう？ちょうどいいわ。この5人を殺すわね。あなただけに明かす殺害予告ってところかしら。大丈夫か？無理せんと休もう。大丈夫かね、南條先生、エヴァ。ありがとう。大丈夫よ南條先生、薬なら飲んでるの。こんな非常事態で申し訳ないけど、もう少しだけ休ませてもらうわ。母さん、僕も肩を貸すよ。ありがとう。お父さんが見ててくれるから平気よ。あなたは2階のいとこ部屋に戻って決して出てこないように。いいわね。何があってもゲストハウスを出ちゃダメよ。外にはあの魔女が。もう喋るなや。みんなすまんな。わしはエヴァを部屋で看病しとる。何かあったら呼んでや。ここまでは順調であるが、ここからが難しいぞ。難しいとは？うん。大抵の場合、儀式が進行するにつれ犠牲者が増えると、彼らは守りを固めるようになり、多くの場合、ひとところに固まって動かなくなるのだ。それは我らにとって非常に都合が悪い。それは私たち魔女が群れた人間に劣るということですか？魔女が人間に劣ることはない。ただ時代が変わり、人間が毒を持つようになったというべきか。大昔の魔法が信じられていた時代は問題なかったのだが、現代人はあの子憎たらしいバトラがそうであるように、基本的に魔法を否定する。つまり存在自体が反魔法的なのだ。その結果、彼らはいつの間にか体内に魔法を否定する毒素を有するようになった。つまり人間の数が多ければ多いほど、その反魔法の毒素が強くなって、私たち魔女には不利だとおっしゃられるのですか？彼らの魔法を否定する心の力、すなわち対魔法抵抗力の合計値が、そのまま魔法力の分母となるわけだ。わかるか？そなたにはちょっと難しいか？ご冗談を。実に簡単にわかります。つまり魔法を信じない人間が多ければ多いほど、そしてその意志が強ければ強いほど、魔法は効果を劇的に除散されるとおっしゃっておられるのですね。なるほど。そのような計算式ならば、攻め方を考え直さなければなりません。つまりその計算式によるならば、魔女が効率よく力を振るうにはいくつかのルールがあることになりますね。一つは演出。人間の仕業とは思えない殺人を演出し、
オカルト的な装飾を施して彼らに魔女の存在を強くアピールし浸透させることによって彼らは魔女の存在を信じるようになり、その結果反魔法力が減少して魔法力の分母の減少も図られる。なるほど。第一の番の不気味な魔法陣の演出などはこれに当たるわけですか。そうよ、その通り。毎回の第一の番のどぎつい演出は全てそのためのものなのだ。別に決してわらわが残酷なのが好きで面白半分でやっていたわけではないのだぞ。だとしたら先代様、今回のは失敗ですね。殺し方が非常に地味でした。ただのミステリーにしか見えません。ロノウェイに聞いていますが、前回や前々回のように遺体をもっと派手に損壊してファンタジーに見せかけ彼らに恐怖心を植え付けるべきでしたね。まあ、毎回それでは芸がないと思ってな。深く考えるでない。気まぐれだ。ローザとマリアの殺し方についても先代様は自重するようにおっしゃられましたが、それも私たち魔女に利する行為ではありませんね。実際彼らは現時点では魔女が実在するなんてこれっぽっちも信じてません。ファンタジーでなく完全にミステリーだと確信しています。私たち魔女にとって失敗した展開です。先代様がどういうわけかぬるいやり方を繰り返したせいです。ああ、そのだな。若いうちの苦労は勝手でもしろと言うではないか。先代からそなたへのこれは試練である、慎んで挑むがよいぞ。おこの段階から演出によって反魔法力を減ずるのは多分手遅れでしょうね。となればもう一つの手、人間の分散が良いでしょう。うん、それが最も効果的であろうぞ。人間の人数が少なければ少ないほど分母の数は減るわけだ。その結果魔法力は敵面となる。つまりこの籠城状態をいかに崩して少人数に分散させるかがここからのポイントとなるわけだな。しかし彼らはもはや用心深い。容易には籠城を崩せぬぞ。前々回の金蔵の書斎での籠城、前回の客間での籠城、いずれも手ごわかった。ましてや今回は老怪な大人勢がほとんど残った状態での籠城となっており、状況はこれまで以上に困難であるぞ。そなたが望むなら特別に助言を与えてやってもよいのだがな。いいえ、結構です。試練ですから。先代様の手は借りません。そうか。しかしだな、籠城を崩すのはなかなかに難しいぞ。すでに手は打ってあります。きっと引っかかるはずです。頭のいいやつならむしろ必ず。そうか。そなたは優秀であるな。手のかからぬ弟子でわらわは嬉しいぞ。私、人に聞く前に自分で勉強するがモットーなので。それでは失礼します。獲物がのこのこと誘い出されるのを待たねばなりませんので。うん、それではしっかりな。
どいつもこいつも、わらわのことなど構いもせぬ。魔女見習いの天狗になりよって、今に手痛いミスをして泣き言を言うに違いないぞ。その時こそようやくわらわの偉大さを理解し、教えを請おうとするに違いないのだ。それまでわらわは高みの見物よ。失礼いたします。お嬢様、バトラ様との第二の番のゲームが終了いたしました。うん、そうか、ご苦労であった。守備はどうであったか。申し訳ございません、リザインさせていただきました。バトラ様のローザがマリアを考察、その後に自己死は赤にて両名他殺で切り返したのですが、エヴァを主犯に据えられた一連の指し手を切り返せませんでした。エヴァは秀吉にずっと看病されて部屋で寝ていたであろうが。秀吉も共犯で、両名でアリバイを作った可能性を提示されました。秀吉まで疑うか。殺害時には客室にいたと赤にて叩き切ってやればよいではないか。それも考えましたが、いずれにせよ数手先でいくつかの大駒を奪われてしまうかもしれません。それにこの手が新しきベアトリーチェ様が撃たれた布石の可能性もありますので、それを尊重することといたしました。申し訳ありません。布石か、あやつ頭が切れるようだからの。好きにさせておくがよい。どこまでやれるか見物だ。そうおっしゃると思いました。弟子が可愛くないので、ご機嫌斜めとお見受けしますよ。余計なお世話だ。あやつめ、ここからの籠城をどう崩していくつもりなのか、わらわもじっくり拝見させてもらうとするぞ。ああ、それでバトラの機嫌の方はどうなのか。落ち着いておられるように見えました。やはりお嬢様が相手でないと盛り上がらないとおっしゃっておいででしたよ。そうか、そうであろう、そうであろう。第四の番以降はやはりわらわが復帰しないとバトラも寂しかろうな。それでは私はこれで失礼させていただきます。美味しいクッキーを焼かねばなりません。せめてお嬢様とバトラ様のお話が弾みますように。うん、あいつお前のクッキーボリボリ食ってたな。やはり男の子だからお腹が空くのであろう。多めに焼いてやれ。かしこまりました。クッキーでテーブルを埋めてご覧に入れましょう。それが良いぞ。なんだよ、どうした、話ってなんだ。あのね、私お表へ出たい。え、